マサト、ありがとうね。何でも好きなものに使ってよ。息子は1年間も私に仕送りをしていたらしい。その話を聞いて嬉しくなった私は早速銀行へと行った。だが銀行の窓口でお金を受け取ろうとすると、私は受付の人に驚きの発言をされた。お客様、口座には12円しか残っておりませんが。誰の仕業かはすぐに分かった。絶対に許せない。今に痛い目を見せてやるんだから。私の名前はのぞみ、65歳の主婦だ。私は現在小さなマンションに一人で暮らしている。夫はまだ息子のマサトが小さい頃に亡くなってしまい、私はそれからは一人で息子を育ててきた。息子はとても心優しいいい子に育ってくれて、今は立派に社会人として働いている。私は息子のために一生懸命に働いて養ってきた。息子はその分勉強を頑張ってくれて、高校も大学もレベルの高い優秀な学校に進学した。そして大学を卒業してからは大手企業で働き、現在は昇進して稼ぎもかなりあるようだ。現在息子は32歳なのだが、最近は真剣にお付き合いをしている人もいるようで、公私ともに順調のようだ。私は生活を守るために毎日朝から夜遅くまで働いて、息子に寂しい思いをさせていただろうから、そうして息子が幸せな人生を送れていることは本当に嬉しい。そしてつい先日、息子からついに結婚をするという報告をもらった。あなたもやっと家庭を持つことになるのね。ああ、結婚するのが少し遅くてごめんね。母さんにはいつも苦労と心配をかけてきたし、息子が独身のままで不安だっただろう。何を言ってるのよ。あなたはとてもいい子に育ってくれてるわ。自慢の息子よ、本当に結婚おめでとう。それから1週間ほど経ってから、息子は婚約者の女性を連れてきた。はじめまして、ゆかと言います。どうもはじめまして、マサトの母です。婚約者のゆかさんはとても綺麗で清楚な雰囲気な方だった。私たちは食卓で息子たちが持ってきてくれたお茶菓子をいただきながらいろいろと話したのだが、ゆかさんは終始笑顔でとても優しそうな人だった。この人なら息子と幸せな結婚生活を送ってくれそうだ。私はそう思い安心していた。両家の顔合わせもしたが、ご両親も素敵な方々だった。結婚式も素晴らしい式で感動して泣いてしまった。息子とゆかさんはとても輝いていて、何枚も写真を撮ってしまったほどだ。これでまた一つ息子が親離れをしたかな、なんてちょっとだけ寂しくも感じたけれど、これから孫ができたりして楽しいことも増えるだろう。息子の結婚式の立派な姿はちゃんと見れたし、あとは孫の顔を見るまでで良いから長生きしたいな。そんなことを考えながらいつもの日常に戻った私。するとある日、嫁であるゆかさんが私のもとを訪ねてきた。ゆかさん、どうしたの？いきなり家にやってきたので、私は少しびっくりしてしまった。せめて事前に連絡とかをしてくれれば、私もちゃんとした格好をしたし、部屋もきれいにして待っていたのに。別に大した用事はありませんよ。専業主婦になって時間ができたので、お母さんの様子を見に来ただけです。あら、そうなの？心配してくれて嬉しいわ。あ、そうだ。ちょうどお友達からいただいたお菓子があるから、一緒に食べましょう。ぜひいただきます。いきなり来て驚いたが、そうやって私のことを気にかけてくれるのは嬉しい。しかもゆかさんは息子に言われてきたのではなく、自発的に来てくれたらしい。なんて心優しい人なんだろうと、私は一瞬で彼女のことが大好きになってしまった。お母さん、私、お掃除手伝いますね。え、いやいや、
そんなのしなくていいわよ。わざわざ来てもらって掃除までしてもらうなんて申し訳ないわ。遠慮しないでください。掃除って結構腰とか使うし大変じゃないですか。だから私にやらせてください。ありがとう、ゆかさん。それからもゆかさんは定期的に私の家に遊びに来ては家事を手伝ってくれた。私は嬉しくて息子にも電話で報告とお礼を言った。ゆかが母さんの家に行ってるの？ええ、そうなのよ。家事を手伝ってくれて本当に助かるわ。本当にいいお嫁さんね。母さんがゆかのこと気に入ってくれて俺も嬉しいよ。仕事が忙しいとなかなか夫婦としての時間も作れないからさ。寂しい思いをさせてたんじゃないかなって結構心配してたんだ。そうだったのね。でもすごくゆかさん幸せそうよ。普段のマサトとのこととかも嬉しそうに話してくれるし。え、ゆかは何を話したの？それは秘密よ。ええ、下になるな。二人で俺の悪口を言ってないだろうね。どうかな。意地悪だな。まあとりあえず母さんとゆかが仲良さそうにしてるなら安心だよ。ええ、とてもいいお嫁さんで私も安心してるし頼りになるわ。ゆかさんは私といつも笑顔で楽しくお話をしてくれる。嫁の性格の良さに感動しながら私は彼女に何かお礼をしたいと思った。ゆかさん、いつも家事を手伝ってくれてありがとね。いえいえ、好きでやってるだけですから。ゆかさんはケーキだと何が好き？え、そうですね、チョコレートケーキとか好きです。じゃあ今から買ってくるわね。デパートに入っている有名な洋菓子店のチョコケーキ美味しいのよ。え、いいんですか？もちろんよ。私はそう言ってデパートへケーキを買いに行った。そして家に戻り、美味しい紅茶を入れてゆかさんと一緒に食べた。すごく美味しいです。お母さん、ありがとうございます。いやいや、いいんだよ。こちらこそいつも来てくれて本当にありがとね。私は定年退職をして、今はずっと家に一人でいる。まだ65歳なので体は元気だが、いつ何が起きるかはわからない。いきなりバタンと倒れて、誰にも発見されないまま命を落としてしまうことだってある。だからこうやって嫁が定期的に来てくれるのはありがたい。それからあっという間に1年半ほどの月日が経った。ゆかさんはそれからも定期的に家に来てくれるし、息子も変わりはないか連絡をくれる。なかなか顔を見せに行けなくてごめんね。仕事がかなり忙しくてさ。つい最近また昇進したんでしょう。すごいわね。ありがたいことだけど、責任と仕事量が増えて結構大変ではあるよ。そうなのね。あまり無理はしないようにね。体が資本だからね。うん、ありがとう。そういえば母さん、仕送りは使ってる？え、仕送り？あれ、ゆかも知ってるはずだけど、聞いてたりしない？いや、聞いてないけど。そっか。でも母さんの〇〇銀行の口座に振り込んでるから、通帳を記帳とかしてたらわかるはずだけど。ああ、そっちの口座は最近あまり使ってないのよ。記帳も全然してなかったわ。そっか。一応1年間毎月仕送りしてたからそれなりに溜まってると思うよ。月に10万くらいだから、だいたい120万くらいかな。そんな、仕送りなんてしなくてもよかったのに。いや、いいんだよ。俺がしたくてしてるだけだから。少しでも親孝行したいっていう感謝の気持ちだからさ。マサト、ありがとうね。何でも好きなものに使ってよ。息子は1年間も私に仕送りをしていたらしい。
その話を聞いて嬉しくなった私は、早速銀行へと行った。息子が私のために送ってくれたお金。何に使おうかなと少し浮かれながら窓口へ。だが銀行の窓口でお金を受け取ろうとすると、私は受付の人に驚きの発言をされた。お客様、口座には12円しか残っておりませんが。え、どういうことですか？ここ数ヶ月ほど、ATM から何回か引き下ろしをされているようでして。お客様がご自身で下ろされた記憶はないですか？それはありません。この口座は最近は使っていなかったので。そうですか。でしたら警察にご相談いただくことをお勧めいたします。何者かに不正利用されているかもしれませんし。不正利用。誰の仕業かはすぐに分かった。私の家によく出入りしている人間で、通帳やキャッシュカードまでも簡単に持ち運びできる人。それは嫁しかいない。でもまさかゆかさんがそんなことをするのだろうか。私はにわかには信じがたかった。だが物理的に他に考えられないのだ。私はすぐに息子に電話をした。簡単にかいつまんで説明すると、息子はびっくりした様子で、ちょっと今日早めに仕事を切り上げて実家に帰るわ、と言って、夜に私の家に来てくれた。私は通帳を息子に見せた。本当だ。全然残ってない。しかも定期的に引き落としされてるね。私の言うことを信じてくれるかい？これは私が引き落としをしたわけではないんだよ。うん、分かってるよ。母さんが嘘をつくはずはないし。ちょっと気になるからいろいろと調べてみるよ。母さんは通帳やキャッシュカードはどこかに隠しておいて。ええ、分かったわ。息子はそう言ってとりあえず帰宅した。私は小さめの金庫を買い、そこに通帳などを入れてリビングにある引き出しの一番奥にしまった。ここなら探すのに時間がかかるし、しかも金庫は鍵がないと開けられない。鍵は嫁が来るときは私が肌身離さず持っていればいいし、リビングから離れなければまず通帳などを取られる心配はない。そしてそれから少し経ってまた嫁が来たのだが、私は最大限の注意を払った。お母さん、お部屋の掃除しますね。ああ、ありがとう。私はゆかさんが掃除をしに行って3分ほど経ってから、こっそりと部屋を覗きに行った。すると、何やら引き出しを開けて探し物をしているのが見えた。あそこは私が以前、通帳とキャッシュカードを入れていた場所だ。私はバレないようにスマホでその様子を動画で撮影した。確実にゆかさんは私のお金を盗んでいる。優しいふりをしてそんなことをするなんて最低だ。そして息子からも驚きの報告をもらった。どうやらゆかのやつ、ホストに通い込んでいて、そこで散財してるらしい。え？毎月40万はゆかに渡してたんだけど、毎日の生活はつつましいから貯金をちゃんと頑張ってくれてるのかなって思ったら、そんなことをしてて本当にショックだったよ。なんとゆかさんは息子が一生懸命に働いたお金さえもホストに貢ぐために使い込んでいたらしい。絶対に許せない。私の何より大事な息子をこんな目に遭わせて、今に痛い目を見せてやるんだから。私は言いようのない怒りでいっぱいになった。後日、私は息子夫婦の家に行った。お母さんどうしたんですか？珍しいですね。私たちの家に来るなんて。俺が呼んだんだよ。え、マサトさんが。嫁は何も知らないようで、これから私たちに制裁を加えられるとは考えてもいない様子だ。どうしてお母さんを呼んだの？嫁にそう聞かれて息子は早速本題に入った。ゆか、母さんに俺が振り込んでいるお金、勝手に使ってるだろ。え、何を言ってるの？
嫁はかなり動揺していた。私がお母さんのお金を、いきなりそんなこと言ってきてどういうつもり？母さんに仕送りをしていることを伝えて銀行に行ってもらったら、お金が何にも残っていなかったんだ。そして身に覚えがないのに ATM から引き落としされていたらしい。それが私だって言いたいの。ちょっと待ってよ、そんなの心外よ。なんで私が疑われなきゃならないの？顔を真っ赤にしてそのように叫ぶ嫁。お母さん、自分が忘れているだけなのに私のせいにしてませんか？はい。あなた、私がボケてるとでも言いたいの？そうとははっきり言うつもりはありませんが、こうやって私が疑われるのならそう言わざるを得ません。なんと嫁は私が引き落としたと主張してきた。そう、あなたはそんな風に思っているのね。じゃあ警察にでも相談して、銀行の防犯カメラとか見てもらおうかしらね。私が警察というワードを出すと嫁は一気に動揺した。そんな大げさな。そこへすかさず息子が口を挟む。大げさなわけないだろ。実際120万もなくなってるんだから。警察に相談する案件だ。そんな。もう白状したらどうだ。お前がホストに貢いでいることは分かってるんだ。そしてホテルに行ってることもな。そう言って息子は嫁とホストがそういうホテルに入るところを写した写真を見せた。嘘。どうしてそんな写真が？興信所に頼んだんだ。それに母さんも、お前が母さんの部屋の引き出しを勝手に開けているところを動画に撮っているぞ。警察に通報されたくなかったら、母さんに120万を返すこと、そして不倫の慰謝料を支払って離婚することに応じろ。そんな。あなたに離婚されたら私、どう生活をしていけばいいの？知るか。お前は俺や母さんを騙して裏切ったんだ。ちゃんと罰を受けろ。そのように怒鳴る息子。すると、その時インターホンが鳴り、嫁のご両親がやってきた。ゆか、お前は何をやってるんだ？お父さんにお母さん。どうしてここに？あんたがそんな大馬鹿者だったなんて思わなかったよ。マサト君、そしてマサト君のお母さん、馬鹿な娘が本当に申し訳ありませんでした。120万はすぐに私たちが立て替えます。離婚も応じさせますし、慰謝料も支払わせますから。そう言って嫁のご両親は深く頭を下げて謝罪をした。嫁は顔を青くして膝から崩れ落ちた。それから息子は無事に離婚することができた。慰謝料と私から盗んだ120万については、元嫁のご両親が立て替えて一括で支払ってくれた。ちなみにどうやって元嫁がお金を引き下ろせたのかというと、キャッシュカードの暗証番号を予想して当てたからだそうだ。元嫁は今までの私との会話からいろいろと推測して導き出したらしい。私は亡き夫の誕生日を番号にしていたので、それを入力されてしまったようだ。元嫁は強制的に実家に戻され、ご両親の監視のもと、今はバイトを掛け持ちして働き、そのほとんどが立て替えてもらった借金の返済に充てられているらしい。ご両親がまともな人たちで本当に良かった。息子は一旦実家に戻ってきてくれて、現在は私と一緒に暮らしている。俺、今度はちゃんとその人の性格を見極めてから結婚することにするよ。私もお金の管理はもっと厳しくするわ。お互い反省することばかりだったわね。今回はとりあえずなんとかなったが、毎回こんな風にちゃんとお金が返ってくるかはわからない。自分の身は自分で守らなけば。私はそう強く心に銘じた。またしばらくしたら息子は再婚をして家を出ていくかもしれないが、今は二人で一緒に過ごせる日々を楽しもうと思う。そう思いながら
私は一生懸命に働く息子のためにおいしい料理を作ろうと台所に立った。優しいふりをして泥棒とか、もう犯罪者じゃないですか。本当に元嫁のご両親がまともでよかったですね。何はともあれお金がすべて戻ってきて安心しました。主さんはこれからも息子さんと仲良くしながら幸せな日々を過ごしてくださいね。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。